何やってんおら。おうおう、お前どこの組のもんや。すまん。すまんで済むかボケ。何もや、お前見とったで、キリュウちゃん。あ、兄貴、キリュウって、あのそや、堂島の竜キリュウカズマちゃんや。お久しぶりです、マジマの兄さん。よせよせ、お前組立ち上げるって話じゃないか。そうや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのはえらいええ女らしいの。みんな言うとるで、一度あんな女こましてみたいってね。それよりこの方どないしようか。すいません、まさかキリュウさんと。いや、いいんだ。甘いな、キリュウちゃん。甘々や。けじめはしっかりつけんと。まだまだ行くで。何や。その辺で。お前のためにやっとんのやろが。もう十分ですから。ほう。ま、ええわ。お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで。行くで。へい。はい、覚えておきます。でも。ん？でもなんや。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。ふん、どんなやり方でやるっちゅんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。なんや、踊れは俺に喧嘩売っとんのか。やろ、いっちやっとるか。いえ、兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。筋が通らねえ。よっしゃ、これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。なんやと。根性あんねやったら殴り返してくんけ。
気は済みましたか。その強がりどこまで続くかの。アホくさ、筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか。痩せ我慢ちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体が持たんで。どう取ってもらっても構いません。ですが俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。ええ。ふん。お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずーっとね。何？でももし筋が通っとったら俺との喧嘩こうてくれるか。その時になってみないと。よっしゃ。ほなどないしてお前をマジにしたるか早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ。ほなまたな、キュルちゃん。楽しみにしとってや。ワクワクするで。あと少しで兄貴にやられるとこでした。キュルのお辞儀ありがとうございました。もう大丈夫なのか。はい、いつも真島の兄貴に鍛えられてますから。あれ桐生さん、ここの奥に用事じゃなかったんですか。あれ桐生さん、ここの奥に用事じゃなかったんですか。